6日に強盗事件が発生した松本市で警察が被害があった地区の住民に戸締まりなどの防犯指導をしました。無施錠の男とか入りますので、はい、またお家の鍵をですね、閉めるのを基本として、はい、わかりました。鍵閉めが一番の防犯になりますので、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、すみません。はい、2人組の男が現金などを奪う強盗事件があった松本市穂福寺町。警察官や地域の住民が地区にある72世帯すべてを回り、戸締まりなどの防犯指導をしました。事件は6日午前2時半過ぎ、松本市穂福寺町の住宅で発生。住民に男2人が刃物のようなものを突きつけ、金を出せなどと脅して体を縛り、現金十数万円を奪って逃走しました。捜査関係者によりますと、当時住宅には鍵のかかっていないところがあり、無施錠の玄関や窓から侵入した可能性があります。事件の後からは地域住民の防犯意識の変化がありました。強盗が来るとは思ってなかったからね、びっくりですね。車で出かけるときは鍵かけるようになったけど、閉じまりだけどね、夜も鍵かけてあるし。私は被害に遭わないっていう意識じゃなくて、被害に遭うかもしれないっていう意識を持ってもらって、防犯意識をしっかり高めてもらえればと思います。似たような強盗事件は松本市のほか、栃木、群馬、福島の4県で発生しています。警察は窃盗未遂などの疑いで栃木県警に逮捕・送検されたベトナム国籍の男2人が一連の強盗事件に関与している可能性があるとみて捜査しています。